戸賀市議士は日本の空手や屋。日本、空手道ドーム門会の創設者、代表で、段位は10段。山形県坂田市常善寺出身。アジア大学出身。高校時代からキックボクシングに興味を抱き、大学入学後、空手を稽古し始める。1970年には10日間の山ごもり修行を行う。 同年の第2回オープントーナメント、全日本から手動選手権大会に、白帯でエントリーした。2回戦で、西田幸男と対戦するが、判定負け。1971年の第3回全日本選手権に出場し、戸カ氏は1、2回戦を勝利し3回戦まで、進出したと実証で記してるが、2回戦で対戦した佐藤勝明は、戸カ氏の全学部に、 飛び膝蹴りをヒットさせて、大差の判定で、富樫に勝利したと述べており、矛盾が生じた。しかし、同選手権のプログラムに掲載された、トーナメント表では3回戦に両者が対戦と、記されている。1973年の6月から9月中旬まで、奥多摩で100日間の山小森を行い、空手の稽古に励んだ。極心空手三段として出場した。 同年の第5回全日本選手権では、岸信之を破り、ベスト4進出をかけて、佐藤敏和と対戦し赤敗したが、5位に入賞した。無門会総本部級デザインサイトによれば、多流派参加者による上位入賞は、大会史上初の快挙であったという。この時の富樫を、梶原一騎原作の劇が、空手馬鹿一台で取り上げ、 第5回前日本選手権に出場した様が描かれている。しかし試合結果以外は創作された内容となっている。同年12月、武道空手道研究会日本カラテ道無門会を発足し代表に就任した。重速校と呼ばれる無門会独自の技を開発している。ありがとうございます。